縫い物のやり方がよくわかる教具を作ってみました。まず縫い針は B5 のコピー紙で作ります。端っこに糊をつけて用地でくるくると細く巻いていきます。最後の端を留めたら細い方を斜めに切ります。これにアルミホイルを巻きつけます。先を細くしていらない部分をちぎります。アルミホイルが取れないように全体をセロテープで巻いていきます。糸を通す部分を作りましょう。平たく折ったらそこをぐるっと折り曲げて輪にします。折り曲げた部分をセロテープでしっかりと留めます。これで針の出来上がりです。次は布です。よく見えるようにチャコペンシルの代わりにポスカなどで印を入れましょう。2枚重ねにして待ち針を打ちます。そこに3から4センチずつぐらい印を入れていきます。糸や針の太さを考えてカッターで切り込みを入れます。針が通るかどうか確かめておきましょう。これを使うと細かい縫い物の作業も説明がしやすくなります。縫い物でまず初めに困るのが糸通しです。右手に糸を持って通そうとするとなかなか通りません。大きな教具でやってみましょう。穴に糸を通そうとすると糸がくにゅっと曲がってしまいます。こんな時には反対に持ちます。糸を固定して針の方を糸に持っていきます。糸に針を通します。こうすると比較的簡単に通ります。実際にやってみましょう。左手に糸を持ち、針の方を糸に近づけていきます。これで通りました。これでも通らない場合は、糸を通さなくても、上から引っ掛けて押し付けるだけで通る針や糸通しがあります。まずは糸が通らないと縫い物が始められません。積極的にそういう道具も活用していきましょう。
縫い始める前に必要なのが玉結びです。これをしていないと抜けてしまいます。玉結びは輪の中に先が2、3回入ったこんな結び方になっています。実際の糸は細いので指に巻きつけて玉結びを作ります。指の腹に先を挟んだらくるくるくるっとねじって先を中に何回か入れ込みます。そして中指で押さえて引っ張ると玉結びができます。これが結構難しいので違うやり方でやってみましょう。針のところに糸をつけて押さえたら、そこに何度か糸を巻きつけ、針を抜きます。この時、糸が抜けてしまわないように、しっかりと持ってください。これで玉結びの出来上がりです。大きな針と糸でやってみましょう。糸を通したら、この部分をしっかり持って抜けないようにして、糸先を針に当てます。押さえておいて、ぐるぐると巻きつけたら、根元まで寄せて、寄せた部分をしっかり押さえます。そして引き抜きます。引き抜くときに、糸が抜けてしまわないように、針の根元をしっかり持って玉結びの方は指でしっかり押さえて引っ張ります。これで出来上がりです。指に巻きつける方法よりは随分やりやすいと思いますので、苦手な方はこちらでやってみてください。縫い終わりに使う玉留めです。縫い終わりですから、布の裏側で玉留めを行います。後ろ側から手をしっかり添えて、針を当てたら、そこに2、3回糸を巻きます。そして、巻いた部分をしっかりと指で押さえ、針を抜きます。糸が抜けないようにこの部分をしっかりと持って引いてください。左手を緩めると玉留めの位置がずれてしまいますので気をつけましょう。玉留めができたら余分な糸を少し残して切ります。これで出来上がりです。縫い方の基本、並縫いをしてみましょう。布を2枚合わせて待ち針で留めます。針に糸を通して玉結びをしておきます。針は布の裏から入れます。針を通したら糸が抜けないようにこの部分をしっかり持って引っ張ります。しっかり持っていないと糸が抜けてしまいます。
抜けた場合はもう一度糸を通して縫いましょう。今度は表から裏に通します。そして引っ張ります。次は裏から表、これの繰り返しです。しっかり糸を握って引っ張ります。糸がねじれたりよれたりしていないか確認をしましょう。もっと効率よく縫っていくには、布を端から縮めて持って、針を表から裏、裏から表、抜かずにどんどん刺していきます。ある程度刺したら、ぎゅっと針を突き刺して、抜き取ります。この時も糸の部分をしっかり持って抜き取ってください。布が縮んでいますから左右によく引っ張りましょう。これで並縫いができました。待ち針を取ります。裏返して玉留めをします。余分な糸をハサミで切れば並縫いの出来上がりです。しっかりと縫い付けたい時の縫い方です。まずは本返し縫い。一つ飛ばしたところに後ろから針を入れます。しっかりと糸の部分を持って縫いてください。最初のところに針を入れたら、一つ飛ばして針を出します。ここをしっかり握るのを忘れないでください。これで一つ目の縫い目ができました。最初の縫い目に返ったら、一つ飛ばして向こうの縫い目に出す。前の縫い目に返ったら一つ飛ばして向こうの縫い目に出す。これを繰り返します。縫い目が連なって見えるのが本返し縫いです。裏はこんな風になっています。糸端はハサミで切っておきましょう。次は半返し縫いです。本返し縫いと同じように一つ飛ばしたところから針を出します。そうしたら一つ戻ってで裏側に、今度針を出すのは2つ先のところに出します。裏に長く糸が渡ります。
そして半分だけ返して、また2つ向こうに出します。これを繰り返します。半分返して、2つ向こうに。縫い目は並縫いと同じように見えますが、裏返すとこんな風に糸が渡っています。縫う場所に合わせて縫い方を変えていきましょう。かがり縫いをするときは、布の外側が表になるように2枚合わせます。結び目が見えないように、布と布の間から針を刺します。縫っていくときは、針を前から入れて後ろから出します。これを繰り返します。並縫いや返し縫いと違って、針は前から前からと入れていきます。縫い始めと同じように、縫い終わりも糸と糸の間に針を出します。ここで玉留めをすると糸端が表に見えません。糸端を少し残して切ります。これでかがり縫いの出来上がりです。表から見ても裏から見ても同じような縫い目になります。布の間に糸端が入っているので表からは見えません。ボタン付けに挑戦しましょう。まずボタン穴を開けます。ボタンの大きさを測ったら、開ける位置に印をします。穴を開けるときはリッパーを使います。リッパーを印のところに差し込んで押すようにして布を切っていきます。中ほどまで切ったら向きを変えて反対側の印から切っていきます。こうすると穴を開けすぎることがありません。ボタンがギリギリ入る大きさの穴を開けましょう。次にボタンをつける位置に印を入れます。穴の真ん中にチャコペンシルで印をつけます。ボタンをつける位置の裏から糸を出します。最初は2つ穴のボタン。ボタンの裏から糸を入れて、今度は表から糸を入れます。そうして、また布に刺して、軽く糸を引きます。この時に強く糸を引きすぎないように気をつけましょう。もう一度、ボタン穴に糸を刺して裏に糸を出します。ここでは糸が太いので1本取りでしていますが、実際は2本取りでしてください。ボタンと布の間に少し間を空けておきます。そして次は針をボタンと布の間から出します。
くるくるとボタンに糸を巻きつけ、ボタンの足を作ります。この隙間に布が挟まります。裏に糸を通して玉留めをすれば出来上がりです。ボタンを留めてみましょう。次は足つきのボタンです。こちらも同じようにしてつけていきます。裏から糸を出して、ボタンの足の部分に糸を通します。そして裏側に出します。ボタンと布の間に針を出して、もう一度足の部分に糸を通します。そして裏に糸を出して、もうこれで玉留めをします。足の分だけ浮き上がっているので巻きつける必要はありません。玉留めをすれば出来上がりです。ボタン穴に通してみます。こちらもボタンの足が浮き上がった部分に布が挟まっています。フェルトを使って作る簡単なティッシュケースです。縦13センチ、横18センチ、半分に折ってからまた半分に合わせて折り紙を折るような感じで形を作ります。端を簡単に待ち針で留めます。形を作っておいて、簡単な模様をチャコペンシルで描きます。待ち針を取って広げたら、2本取りの糸で縫い取りをしていきます。裏から針を出して並縫いしていきましょう。線に沿って並縫いをしていきます。糸がつれないようしっかり伸ばしながら縫っていきましょう。最後は玉留めですが、布を置いたままくるくるしている子を時々見かけます。必ず裏と表からしっかりと針を押さえて、この針に巻きつけましょう。くるくると巻きつけたら、根元まで寄せてから親指の爪でしっかりと押さえ、針を引き抜きます。こうするときれいな玉留めができます。点の部分はボタンを使いました。裏から入れて、また表から入れます。ボタン付けと同じように2回糸を通します。飾りとして縫い付けるだけなので、足は作らず、このまま玉留めをして終わりです。
これで模様の完成ですが、もう一手間かけてみましょう。並縫いの間の離れている部分に糸が出るように、もう一度並縫いをしていきます。表から見ると本返し縫いのように見えます。糸の色を変えると模様にもなります。模様の縫い取りができたら、はじめと同じように折っていきます。まず半分に折って中心を見つけたら、そこにまた半分に折って待ち針を打ちます。待ち針は最初とは違って布端に対して直角になるように打ってください。反対側も同じようにします。玉留めが見えないように布と布の間から針を入れます。そうしてかがり縫いをしていきます。真ん中の部分は破れたり広がったりしやすいので、一針返し縫いをしておきます。端まで来たら、今度は布と布の間から針を出し、少し強めに引っ張ってから玉留めをします。これを中に押し込んでおけば、外側からは玉留め、玉結びが見えません。こちらは並縫いでやってみましょう。同じように間から針を入れて並縫いしていきます。真ん中のところは返し縫いをします。端まで行ったら少し引っ張っておいて玉留めをします。どちらのやり方でも好きな方のやり方を選んで作ってみてください。